栃木県五国神社は、栃木県宇都宮市にある神社であり、境内には、五国会館がある。明治維新、日清戦争、日露戦争、大東亜戦争などの戦没者や警察、消防、自衛隊の巡職者などの旧宇都宮藩、栃木県関係の戦没者55,361柱を、祀る。天皇、皇后が、 日本全国で唯一公式に心配している五国神社で世界平和と人類共存を祈る神社とされている。大東は戦争後、海外各戦地の慰霊順配を国籍や当時の敵味方の区別なく永年にわたって継続しており、皇族や神社本庁とも初縁が深く、天皇、皇后が心配した時の写真が本殿正面左右情報に掲げられている。 なお、本殿手前には、船村徹が寄贈した大日本帝国海軍の例式艦上戦闘機の模型が展示されている。明治5年、母親戦争に準じた宇都宮藩藩主、戸田忠弘及び、藩士96柱の合計97柱を、宇都宮市万場町和座標大山に祀った、宇都宮将婚者が起源である。以降栃木県出身の戦没者、 殉職警察官、殉職消防士らの殉死者を合祀している。昭和14年、内務省令により、内務大臣指定後国神社となり、栃木県後国神社と改称し、翌年の昭和15年には、現在地に先座し、殉職自衛官の殉死者も合祀している。昭和22年に、聖徳神社と改称したが、占領軍が去った、昭和28年に、 栃木県五国神社と改めまた称した。平成8年7月25日には天皇の立っての希望により天皇皇后が境内敷地入り口にある大鳥居から本殿までを自ら歩き公式に心配している。平成22年3月18日、死の巨木の移植が行われた。当社が昭和15年に現在地に先座した際に 境内南側の敷地に植えられたもので、県道70号線の拡張工事のために伐採される予定であったが、保存を望む声が高まり、大鳥居の左側に移植されることになった。平成22年4月11日、第39回元満州開拓青年義勇隊、慰霊祭が、境内の慰霊碑前で行われた。昭和47年から、 元満州開拓牛体剣道司会の主催により、毎年行われてきたが、会員の高齢化により継続が難しくなっていた。翌年以降は、毎年4月に自由参拝の形式で行われることになった。平成22年8月14日、大東は戦争末期に爆弾を積んだ飛行機や、人間魚雷、回転などで、敵艦突入を命じられ、 特攻に出撃して戦死した20歳前後の特攻隊員たちを慰霊し、語り継ごうと境内に懸賞費、特攻融資の像が混流された。ありがとうございます。